どうも、こばしりです。今日はですね、断層のクルエラをやってみました。とある写真がすごい好きで、それがこちらの吉沢亮さんのクルエラなんですけど、これをね、もう見た瞬間、なりたい、吉沢亮さんになりたいと思ったので、ハロウィンということでこのコスプレをやっていこうと思います。よかったら最後まで見てください。ではどうぞ。クッションファンデで肌全体をカバーします。実はね、去年本当はやろうとしてたんですけど、できなくて、吉沢亮さんのクルエラがかっこよすぎて、なんか男性バージョンってあんまり見たことないなと思って、今回ねやってみます。で、だいぶね厚く塗らせてもらって、はい、こんな感じで塗れたら、もうね、吉沢亮さんほとんどメイクしてないんですよね、この時。まずあれだね、シェーディングからやっていこう。土台をね、イニスフリーのシェーディングで、鼻が細くはないっていうか、ですけど、もうこの先端がしっかりね、出るようにシェーディングしていきます。男性は結構ここの三角ゾーンがしっかり出てる人が多いから、潰さずに、ここから、こんな感じかな。やっぱり三角ゾーンは潰さずに、顎も男性的にしなきゃいけないわけだから、しっかりとんがってるよりちょっとこう削って、ちょっと平らに。一回このぐらいかな。ここら辺のシェーディングはウィッグかぶってからやります。ここをこうしますか。ちょっとこうやってシェーディング。もうほうほう。いい感じ。一回そうだ、パウダーをつけます。&Bのパウダー。艶っていうか、出てるところに塗ってしまって、鼻もそんなにめちゃツヤっとはさせないよ。こんな感じで。アイメイク。そう、女性の場合も内側から色を塗る感じだけど、男性の場合は彫り優先というか、外側からやっていくのがいいかなと思うので、涙袋の影からやっていきます。ケイトのアイブロウで、真ん中取って、こんな感じ。で、アイライン。キャンメイクのこのクリーミータッチライナーで垂れさせるっていうよりかは、本当に横に伸ばしていく感じで。こんな感じでガッツリちょっと描いちゃったんですけど。で、動かしてみよう。むずい。まあ頑張ろう。一回これで、こっからアイシャドウを重ねていきます。アイシャドウがこのロム&の結構男性メイクに最適そうなマットのパレットです。一番明るい色を取って、アイラインの方に重ねて、あと自然にします。下にこの横のちょっと暗い色を手幅に。で、吉沢亮さんは結構しっかり茶色目になってるので、ベージックの07番の一番濃い色をまた全体に塗ります。塗って、で、涙袋にちょっとこの色を塗ります。中ぐらいまで。あー、濃いかな。で、眉毛を描きます。セザンヌのアイブロウペンシルのナチュラルグレー、黒で結構しっかり描きます。ちょっと下からやった方がいいか。こんな感じか。それでぼかします。で、ハートパーセントの03番のパレットのこの明るい色を涙袋に塗ります。こんな感じ。で、一回リップを塗ります。ファンデーションを軽く取って、唇の
枠を1回潰してで、リップクリームを塗りまして Into You の EM10 番を塗ります。これがマットリップでくすんだピンクみたいな色なんですけど、男性っぽいかなと思って選びました。一回こうやって塗って、うちは唇が小さいから横に広げます。またケイトのアイブロウで、こんな感じかな、こんな感じに塗ったら目立たないようにヘア、ちょっと唇の膜を茶色で塗っちゃいます。どうメイクしたらいいか分かってなさすぎてあれだけど結構がっつり塗った方がいいのか。で、ちょっとここにもシェーディングを軽く塗ります。まつげは上げずにエテセのアイエディション G02 番灰色のマスカラでまつげを伸ばすように塗ります。これすごい自然だ。色が本当にまつげの色で、すごいこのマスカラ。下はちょっと真横に流すように塗って、で、一回ウィッグをかぶってみます。なんか完成なのかな。ふわーん。では。はい、ウィッグとかかぶってきました。いかがでしょう。まあ、なんかなんとなくいい感じにはなったのかなと思います。こんな感じです。そう、今日ハロウィンということで、私がねずっとやりたいキャラクターがアリエルと、あとねこのクルエラの男装バージョン、吉沢亮さんのねこのクルエラがもう素敵すぎてなりたかったんですけど、やっとねなれました。もう頑張ってねいろいろ買ってよ。これもなんかスーツも買ったし、こういうという感じです。で、そう、今回結構本当にナチュラル系の男装メイクなんですけど、ロム&のこのパレットと、あとエテセのグレーのマスカラとかがすごい男性でもね、すごい使いやすいというか、メンズメイクにこうやって最適なやつなので、めちゃくちゃおすすめです。Into You の EM10 番も、ちょっとね、上からうち茶色いシャドウを重ねたんだけど、男性でもマットだし使いやすいかなと思うので、この辺すごく男性におすすめです。で、女性でもねこういうちょっとクールな感じの格好をする人は、今日使ったメイク道具全部おすすめなので試してみてください。で、皆さんはね何をするんでしょうか。今度これでリハロとか行けたらいいなぁなんて思ってるんですけど、皆さんもねちょっと何のコスプレを今日してるか、よかったらコメント欄に書いてください。そしてハロウィン楽しんでください。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。